ケネト・アンデションは、スウェーデン出身の元同国代表サッカー選手。ポジションは FW。1985年、地元のクラブチームエスキルストゥーナに入団。長身を生かしたプレーで頭角を表し、スウェーデンやベルギーのクラブチームでプレーした後、1993年に、リール衛籍。翌年のアメリカ W 杯では5ゴールを挙げて3位入賞に、貢献。 この活躍によりセリエへのエースバーリへ移籍した。バーリでは12ゴールを挙げて得点力を証明すると、1996から97シーズンにはボローニャへ移籍し、エースストライカーとして活躍した。その後、ラツェを経て2000年からフェネルバフチへ移籍。ユーロ2000を最後に代表から引退し、2002年の日韓 W 杯に出場はならなかった。また、 パートナーを組んだ選手がことごとく復活するほどポストワークに優れていた。1 9 3センチメートルの長身がクローズアップされがちだが、懐の大きさを活かしたボールコントロールに加えてミドルシュートの精度も高く、代表でもクラブでも重宝される FW だった。ありがとうございます。